日本郵便はゆうパックの配達などを委託する企業からの価格転嫁の申し出を不当に断ったケースがなかったかどうか自主点検を行うと発表しました今月7日に経済産業省からエネルギー価格の高騰などに伴う下請け企業への委託料の引き上げに後ろ向きだと公表されたことを受けた措置でおよそ7700件のすべての契約について点検します